それでは本日は測量士の問題を取り上げます。測量士の令和2年のナンバー5とナンバー8の問題を取り上げたいと思います。今年度行われた令和2年の問題に関しては合格率 7.7% とすごい低い、合格率でしたが、その中で出た問題としてはものすごく簡単だったなと。この問題を落としていては、この2問を落としていては、まあ、ちょっと合格は厳しいかなというような問題でした。ですので、これはしっかりとこの部分で理解するようにしましょう。ではやっていきます。ナンバー5に関しては、これは標準正規分布というのがあります。標準正規分布をしっかりと覚えておく。で、今回はありがたいことに、問題にこのように出てきました。平均に足す標準偏差、平均足す標準偏差はこのようにして割合が出されてありましたので、これはこの問題を知っとけば簡単にできた問題ではないかなと思います。で、今回は平均が60で標準偏差は10という形で与えられていました。で、このような図が書ければおのずとここの部分の値は出せたんではないかなというふうに思います。今回は80点から90点、この80、90の間のデータの割合はいくらになりますかという問題でした。で、これはこの問題に関しては令和1年昨年度にも問題出ています。昨年度の場合はこれが与えてありませんでしたので、これはしっかりと覚えておくべきものだなというふうに思います。しっかりとこのパーセンテージ、標準正規分布のパーセンテージに関してはしっかりと覚えておく、ね、これをしっかりと覚えた状態で問題を解いていきましょう。で、これは今回はここからここまでの割合が 99.7 で、そしてここからここまでの割合が 95.5 というのはこれから読み取れます。これが平均60でプラスマイナス、これがシグマが10なので、これがプラスマイナス20です。ということは60を軸に20ずついったのが 95.5 で、今度は30ずついったのが 99.7 となりますので、これとこれを引き算したのを引き算すればこれとこれになりますので、それを2で割ってやれたこれになります。だから 2.1% というふうになりますので、この問題に関してはこれが何であるかというのを分かって、このような正規分布図をかければおのずと答えが出せるんではないかなというふうに思います。では次です。8番の問題に関しては、今までちょっとこのレベルの問題出てませんでした。まあ方向角を求めなさいというのは測量士法レベルですね。で、そして誤差伝播です。このようにして標準偏差がそれぞれ与えてありますの で、そして t の部分の標準偏差いくらになりますかというと、全部このような測定が行われて、次これが測定が行われて、それぞれ標準偏差が積み重なっていってますので、それの最後の標準偏差はと言われたら、これ誤差伝播の法則でいいですね。誤差伝播の考えでやっていけばいいという問題でした。ですので、これも標準的例年出てるかなというふうに思いますので、この問題に関してもしっかりとできておかなくてはならないと思います。では方向角やっていきましょう。方向角に関しては、方向角はどの部分かというと、方向角というのはある方向から右回りの角度というのを求めるので、最終的に t は何かというと、B から D のある方向、X 方向の右回りの角度で T というふうになっています。じゃあこれを全部求めていけばいいんです。ここの部分の方向角、ここの部分の方向角、これも X 方向、このような線を引っ張って、で右回りと調べればいいです。それがどのように解くのかというと、もう測量手法でも散々やってると思いますので、測量手法と同じようにして解けばいいです。まずは、ここの部分、この赤い部分はどうしたらいいかというと、ここは107度でした。107度であれば、ここの角度を引き算すれば、この赤い部分になりますね。じゃあ、ここの部分は、間の角度は何かって言ったら、これ360。1周して360から303を引けば57度。ここの部分は57度ですね。じゃあ、赤い部分は、
107-57 ということで赤いのが出てきます。でそうすると50度になります。じゃあこの50度っていうのは何かというとこれになるね。 A からこの丸印までのこの右回りの角度ですよ。ではそしたら次に移っていきます。じゃあ次はどのようにすればいいかというと、ここに方向を決めてやればいい。方向学というのはある方向から右回りの角度だからね。だから方向を次求めればいい。ここですね。この部分を求めればいいので、ここの部分はどうしたらいいかというと、一つ前のこの50度というのが出てますので、50度に211度、ここの部分の角度211度を足します。で最後引く180をすれば方向角が出るんです。これね、これもパターンとして覚えておきましょう。縦にずっと計算していくと。測量士の場合は計算機使いますけれども、測量士法の場合は使いませんので、このような形でもやっとくっていうのは重要かなと思います。ではそれをしたら81度、じゃあここの赤い部分のこの角度が81度になりましたよ。この丸印から B までの側線ですよなります。じゃあこの T はどうやって解いたらいいかって、同じようにすればいい。こちらに移ってきたのは168度をこの前の81度に足してあげる。足したら180度を引けばいい、ね、そしたら答えが69度というふうになります。だから T は69度というふうになっていきます。でこれが1つ目ですね。じゃあその後はこの T の標準偏差はどうなるかというと、誤差伝播でした。誤差伝播で2秒3秒5秒4秒というふうに伝わっていって、この T が出てますので、全部ルートでくくって2乗ずつしてあげて計算をすれば、あとは計算機に入れればいいです。誤差伝播はこの形ですからね。つながっていたものを2乗車のルートでくくってやればいいということなので、答えは 7.348 秒、だからだいたい 7.3 秒というふうに答えが出されていました。この2問に関しては落としてはならない問題だったんではないかなと思います。ぜひ復習をして来年につなげましょう。以上で終わります。